こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は使いづらい構造の収納を低コスト短時間で片付けたお片付けビフォーアフター事例についてご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回お片付けしたのは築年数の経ったアパートに4人家族でお住まいのお宅の収納棚です。こちらのアパートは 3DK の間取りで、6歳の娘さん、3歳の息子さんと4人家族でお住まいになっています。まだ引っ越されて間もないそうですが、築年数の経ったお住まいということもあって収納の構造がとても使いづらいことにお悩みでした。表に見えない収納内部はできるだけお金をかけずに済ませたいとご希望で、以前のお住まいで使われていた収納用品も活用したいとのことでした。こちらはリビングとしてお使いの洋室についている物入れです。便利な場所ながらこの収納の構造がとても使いづらいそうで、どう活用したらいいかわからずお悩みでした。特に悩みの種だったのが収納の奥にある大きな柱です。幅30センチ、奥行き30センチの大きな柱があるため、収納用品が置きづらい構造になっています。この物入れに現在はもともとお持ちだったカラーボックスと押し入れラックを置かれていましたが、このカラーボックスは棚板の高さが変えられないタイプだそうで、書類が横向きにしか置けない状態でした。そのため書類が収納しづらくごちゃついてしまうことにお悩みでした。またカラーボックスの手前には普段使うバッグやもともとお持ちの小さい引き出しを置かれていましたが、引き出しの上にはママのアクセサリーがごちゃっと積まれてしまっています。このアクセサリーもできればここにもう少し取り出しやすく収納したいとご希望でした。カラーボックスには他にも裁縫道具や袋に入った大事な書類、救急用品や日用品なども置かれているため、こちらも取り出しやすく収納したいとのことでした。続いてこちらは物入れ上段の左側です。ここには押し入れラックを置かれていましたが、このラックは幅が縮められないタイプで横向きに置くことができず、仕方なく縦向きに置かれているのだそう。そのためラックの足が邪魔で下のものが取り出しづらい状態になってしまっています。なおラックの下には工具や文具、ご主人の使用頻度低めのバッグ、ラックの上にはお子さんに触られたくない工作関係の道具や大人個人の雑貨類、そして奥には住宅関係のパーツ類などが置かれています。またこちらの収納の扉裏にはお子さんの幼稚園のプリントが貼られていましたが、今は毎回セロテープで貼っているそうで、貼り替えにも手間がかかっているご様子でした。そのためこちらももう少し楽に入れ替えられるようにしたいとご希望でした。続いてこちらは物入れの下段です。ここには主にお子さんのおもちゃが収納されていましたが、上の段と同じように奥に大きな柱があるため空間を仕切るのが難しい構造になっています。こちらにも押し入れラックを縦向きに置いて空間を仕切られていましたが、やはりラックの下のものが取り出しづらく、2軍、3軍のおもちゃがごちゃついてしまうことにお悩みでした。またこの物入れは天袋もついた構造になっていて、ここには使用頻度が低いものやお子さんの手に届かないようにしたいお菓子が収納されていましたが、お菓子は段ボールに収納されていてかなり高い場所でもあるため、大人にも取り出しづらい状態になっています。またこちらの物入れ以外に1軍のおもちゃの収納方法にもお悩みでした。お子さん2人のよく遊ぶおもちゃはカラーボックスを2つ使って収納されていましたが、こちらがごちゃっとして見えてしまうため、もう少しすっきり子供にも片付けやすくしたいとご希望でした。さらに上のお姉ちゃんがよく作る工作の作品が場所を取ってしまっていたり、工作で使う道具やパズルなども収納方法に悩まれていました。またぬいぐるみもたくさんあるため、籠からかなり溢れている状態でした。これらの収納をなるべく低コストで見直すために、もともと以前のお住まいで使われていた収納家具も可能であれば活用したいとご希望でしたが、こちらの本棚は棚板の高さが変えられない構造になっていて、さらに棚板の間隔も詰まっている箇所が多く、収納するものがかなり限られそうでした。このように構造が難しい収納をできるだけお手持ちの家具を活用しつつ、低コストで購入できる100均グッズをうまく取り入れながら使い方を見直していきました。では早速作業をスタートします。
今回はこの日の午後に隣の和室の押し入れのお片付けも行う予定でしたので、午前中の約2時間以内で完了させることを目標に作業を行いました。今回、使用頻度が低い小物は和室の押し入れに移動させることにしたため、こういったカードを使ってリビングに残したいもの、リビングになくていいものを分けていただきました。まずは物入れの上段から全部出しして、ここに置く収納家具を入れ替えます。そして元々あった収納の代わりに物入れ上段に置くことにしたのがこちらの本棚です。ここに入っていたアルバム類も一旦どかして、この本棚は物入れ上段の奥側に配置します。そしてカラーボックスはおもちゃ収納に使っていた方が棚板を変えられるタイプだったため、こちらと入れ替えて縦向きに置きました。上段に収納家具が配置できたら、こちらにリビング周りに残す小物類を収納していきます。小物の収納用としてご準備いただいたのが、100円ショップで購入できるこちらのトリムバスケットです。サイズは3タイプありますが、今回は一番大きいラージサイズを使っていきます。救急用品はもともと紙袋や段ボールを使った仮収納に入っていたため、これをこのバスケットに入れ替えて一つにまとめます。続いて上段右側に置いたカラーボックスの棚板の位置を調節します。一番下の段に A4 サイズの書類が収納できるようにするため、それに合わせて棚板の高さを調節しました。そして棚板の位置が変えられない奥の本棚には、もともと段ボールにたくさん入っていたお子さんの細々した工作グッズを配置することにしました。ある程度上段の収納が進められたら、今度は天袋の収納も見直していきます。お菓子の収納用にご準備いただいたのがこちらの2点です。こちらのダイソーのボックスはかなり収納力があるため、お菓子もたっぷり入るサイズ。そしてこのボックスに貼って使う貼れる取っ手も用意していただきました。この取っ手をボックスの少し下の方の位置に貼り付けると、高さがある天袋にボックスを置いても踏み台なしで簡単に出し入れできるようになりました。続いて置き場所に悩まれていたアクセサリーも収納していきます。アクセサリー収納に活用したのがこちらの3点です。ワイヤーネットは 40.5×26cm のサイズのものを使います。こちらはワイヤーネット専用として売られているフックです。さらにこちらに粘着フックも4個分組み合わせて使います。まずワイヤーネットの大きさも考えながら、カラーボックスの側面に保護用のマスキングテープを貼って、その上に粘着フックを取り付けます。フックにワイヤーネットを吊るしたら、下にも同じように粘着フックを設置。ネットが設置できたら、そこにフックをつけてアクセサリーを吊るしていきました。物入れ上段の小物の収納が終わったら、今度はおもちゃの分類収納に取り掛かります。おもちゃはカラーボックスに入っていたものと物入れ下段に入っていたものを一旦全部出します。そして出したおもちゃは使用頻度ごとに1軍、2軍、3軍に分けていっていただきます。こちらが一通りお客様に分けていただいたところです。一番左の山が1軍、真ん中が2軍、右側が3軍になっていて、上に分けておいていただいた工作グッズも1軍とのことでした。使用頻度で分類していただいたおもちゃのうち、1軍のおもちゃはこちらのダイソーのボックスに収納していきます。もともと蓋もセットで販売されているボックスですが、蓋がない方がお子さんには扱いやすいため、蓋は使わずに収納していきます。1軍のおもちゃはお姉ちゃんと弟くんでそれぞれ分かれているとのことでしたので、兄弟それぞれが均等にスペースを使えるようにボックスの個数を割り当てて収納していきました。ボックスに収納したら、それをカラーボックスに配置していきます。今回右側のカラーボックスは主にお姉ちゃん、左側のカラーボックスは主に弟くんのおもちゃという形で、人別にスペースを分けて配置しました。1軍のおもちゃが収納できたら、今度は2軍、3軍のおもちゃを物入れ下段に収納していきます。ここでサイズが合わなかった押し入れラックの代わりに使用するのがダイソーのジョイントラックです。今回は物入れのスペースに合わせて 45×25cm の棚板と長さ 39cm のポールを使用します。そして棚板を取り付けるための固定部品も一緒にご用意いただきました。
このラックを組み立てたものを柱の左側と手前側に L 字型になるように配置します。そして設置したラックにお手持ちのケースや段ボールを使ってまとめたおもちゃを収納していきます。そして最後に物入れの扉裏にセロテープで貼り付けてあったプリントの収納方法も見直していきます。使用するアイテムはこちらの2つ。1つは100円ショップ各店で購入できるマグネット用取り付けパネルと、もう1つはマグネットでくっつけられるクリップです。これをまずはマスキングテープで扉に傷がつかないように保護して、その上からマグネット用取り付けパネルを貼り付けます。そしてそこにマグネットクリップでプリントを取り付ければ作業は完了。では早速今回のビフォーアフターをご覧ください。まずは物入れ上段のビフォーアフターです。奥行きが深く柱が邪魔で空間が仕切りづらかった物入れが、お手持ちの家具と低コストな100均グッズを使って物が出し入れしやすい配置に改善できました。棚板の高さが合わず書類が収納しづらかったカラーボックスは、もともとおもちゃ収納用に使っていた棚板の位置が変えられるカラーボックスと入れ替えて書類が立てて収納できるように改善。その上の段も100均のケースを活用して大人が普段使う小物を取り出しやすく収納しています。ぐちゃっと直置きされてしまっていて収納方法にお悩みだったアクセサリーも、カラーボックスの側面に取り付けたワイヤーネットとフックに吊るすことで取り出しやすく収納できました。押し入れラックを縦向きに置いていて物が出しづらくなってしまっていた上段左側のスペースも、お手持ちの本棚に入れ替えることでお子さんの工作グッズなどを出し入れしやすく収納することができました。また手前の取り出しやすいところには使用頻度高めの文具類や普段使うバッグを置くスペースも確保できました。お子さんが届かないように天袋に置いていたものの、大人にもやや取り出しづらかったお菓子の箱は貼れる取っ手をつけたことで取り出しやすく改善できました。そしていちいちセロテープで貼り付けていたため不便だったお子さんのプリント類の収納も、マグネット式のクリップを貼れるようにすることで簡単にプリントが付け替えられるようになって便利になりました。続いては物入れ下段です。こちらも2軍3軍のおもちゃが取り出しやすい収納に見直しました。もともとは押し入れラックが縦向きに置かれていたため取り出しづらい状態になってしまっていましたが、スペースにサイズを合わせたダイソーのジョイントラックを L 字型に置くことで無駄なく空間を仕切って使用頻度低めのおもちゃも出しやすくなりました。たくさんあったお姉ちゃんの工作の作品も大きめのボックスにまとめて手前の出しやすい位置に配置しています。続いては1軍のおもちゃを収納しているカラーボックスです。こちらも収納方法を見直したことで見た目もだいぶすっきり。もともと物入れの上段にあった棚板の位置が変えられないカラーボックスを使い回しましたが、おもちゃ収納用としては特に問題なく使うことができました。もともとお使いだった小さい引き出しやボックスに入ったおもちゃ、追いかけグッズはカラーボックスの一番上の段に配置。その下を2段はダイソーのボックスを4つ並べて配置していて、右側の2つはお姉ちゃん、左側の2つは弟くんのおもちゃを収納しています。たくさんあったぬいぐるみも一部を物入れ下段に移すことでカゴに収めやすくなりました。では今回のお片付けのポイントについてもご紹介します。今回のポイントは構造や物に合わせて家具を選んで配置するということです。今回のお宅の物入れは奥行きが深く、さらに奥に大きな柱があるというとても使いづらい構造になっていました。そのため押し入れラックではうまく空間が仕切れず、かえって使いづらい状態になっていました。それをお手持ちの違う家具を L 字に置いて空間を仕切ったり、サイズに合わせたラックを置くことで使いやすく改善しました。また棚板の変えられないカラーボックスを使っていたことで書類もごちゃっとしてしまっていましたが、お手持ちの別のカラーボックスと入れ替えることで立てて収納できるように見直しました。このように構造や収納したいものに合わせて使う家具や置き方を見直すことで、使いづらい収納も出し入れしやすく改善できます。
いかがでしたか？使いづらい収納もコストを抑えつつ使いやすく改善できましたね。なお、こちらのお宅では午後に押し入れについても短時間低コストでお片付けを行いました。その様子はまた後日別の動画でご紹介しますので、どうぞお楽しみに。最後に、この動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。